はい、どうもフロントです。さて、皆さんにですね、ご報告がございます。というか、ご報告じゃないですね、皆様にですね、感謝のお言葉をさせていただきたいと思いまして、感謝のお言葉？おかしいな、感謝のですね、意味を込めまして、ちょっとしたですね、企画ものを、やろうかと思っております。実はこの度ですね、チャンネル登録者数がですね、200人を超えました。もう200人なんでね、声がひっくり返っちゃうぐらいですね。いや、もともとは本当ね、自分のいわゆる備忘録というか旅記録ということで残していた動画なもんですから、まあせいぜい見られてもですね、まあ知り合いとか、身内、そういったような人たちに見てもらうぐらいな感じでいたもんですから、まあ登録者数が30とか50もあればいいのかなと思ってたんですけども、いや本当にね、200人、登録されてるということでちょっとびっくりしております。まあおかげさまでですね、いろんな方からもコメントいただくようにもなりましたし、何せまあやっぱりね、悪いねというコメントじゃないですけど、 このバットボタンね、これがつくっていうのはね、あ、もう本当に全然関係ない人が見てるんだなっていうのをね、つくづく思いまして、非常にですね、関係ない方もですね、注目していただいて、ありがたい限りでございますけども。200人も見ていただいてるわけですから、やっぱりね、ちょっと動画的にも、なんかちょっと面白いものというか、まあ、身のあるものをですね、お届けできたらと思いまして、ちょっとしたイベントをですね、イベントじゃねえや。ちょっとしたですね、動画の企画をですね、ちょっと作ってみたいなと思いまして、ひとまずはですね、私もそんなにね、時間をたくさん持っていろんなところに遊びに行ったりですとか、まあ、ちょっと体力的に厳しいものをやってみたりっていうのはなかなか難しいとは思うんですけども、まあ、できればね、こう、バイクにまつわることでですね、皆さんに恩返しじゃないと思いまして。まず、まあ、今回ですね、第1弾としまして、その国道をですね、端から端まで走ってみるというですね、国道制覇の旅というのをですね、シリーズ化しようかなと思っております。まあ、例えば国道1号線を端から端というと、日本橋からですね、大阪まで全部走んなきゃいけないとか、あるわけですけど、まあそういったものをね、やってみてですね、途中の、まあいろんなね、その景色の移り変わりだったりですとか、まあ、スポット、そういったものもですね、お届けできたら面白いのかなと思っております。まあ、今までのですね、フロントのモトブログという、まあ、一つの企画、まあ、プレイリストですね。プレイリストと、あとは、まあ、深夜の徘徊と、緩和9台。この今までのこの3本立てだったわけですけども、これにですね、プラスアルファして、今度は国道制覇の旅というですね、企画を始めたいと思っております。まあ、そんなわけでね、ちょっと予告にはなるんですけども、まして、新企画スタートさせていただきたいと思っております。まあ、またね、動画が、揃い次第ですね、皆さんにいろいろ、お伝えしようかと思いますので、これからもですね、動画の方を見に来ていただいて、よかったらコメントとかですね、いただければ、非常にありがたいと思っております。またね、そういう企画ものをやるときにはツイッターでもですね、情報発信しますので、この、なんだ、私のチャンネル情報かな？の下の方にですね、ツイッターのリンクも貼っておりますので、そこを、まあ、クリックしていただきますと、私のツイッター情報とかですね、そういったものを見えるようにしております。よかったら、ツイッターの方もフォローしてください。曲がります。はい。てなわけでですね、まあ、引き続きフロントチャンネルよろしくお願いします。どうもありがとうございました。じゃあね、また次の動画でお会いしましょう。